おはようございます。チルチルです。今日も雨で梅雨本番となっております。先ほど仕事を終えて帰ってきましたが、雨ですと雨洗車のおかげで洗車せずとも車がキーになるのでありがたいところもあります。しばらく雨が続きそうな気配がありますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。シリコン洗車歴6年目ともなってくると、いろんなことが分かってきますので、今日も経験から得たシリコンネタをお届けしていきます。さて、本日はシリコン洗車を続け、シリコン安定ともなってきますと、 KF96 シリコン原液のみで水など一切使わずともシリコンの塗布ができ、ムラなくショップタオルで綺麗に仕上げることができるというところを紹介していきます。そもそもシリコン洗車には段階的なレベルがあり、シリコン洗車を始めたての頃は初級レベルで、当然シリコン被膜は形成できていませんので、シリコンのムラと格闘している段階で一番挫折しやすい時期でもありますが、その初級を辛抱強く克服することで、この動画でも紹介したように週1、3ヶ月を継続していきますと、局面は大きく変わり、愛車が見違えるくらいに輝いてくる段階に入ってきます。まあこの辺りまで来ると中級レベルって感じですかね。で、現在雨洗車の恩恵があるとはいえ、洗車は行っていませんので、この雨の中、家の軒先を使って一部のみを水洗車を行っています。で、ちゃちゃっと水洗車を行いましたが、現状の撥水状況はこんな感じですね。一応今日は雨の影響もありますので、この部分のみを使い、シリコン原液のみで水など一切使わずシリコン原液を塗布し、その後ほんの 2,3 回ショップタオルで軽く拭けば、シリコン安定で中級レベル以上ともなると、ムラなく簡単に仕上げることができるというところを紹介していきます。ではこの部分を使って実際に KF96 シリコン原液のみを乗せていきます。ボンネットの方は乾いた状態で行っていますね。で、現在乾いた綺麗なショップタオルを使ってシリコンを均一に伸ばしている状況です。こんな感じですね。で、シリコン散布後の状況を見ていますが、こんな感じですね。ちょっとこの角度では見にくいですかね。ちょっと角度を変えていきます。で、ちょっとカメラを手持ちに切り替えました。こんな感じですね。こうやって見ますとよくわかりますよね。おそらく今日の動画の視聴者の多くはシリコン洗車に興味がある方、もしくは始めたばかりの方が多いと思いますが、始めたての頃はシリコンを均一に伸ばすこともできないことの方が多いと思います。そのうまくシリコンを均一に伸ばせない理由は、単純にシリコン被膜が育っていない、シリコン被膜がないからです。うまく均一に伸ばせないから、噴霧器や霧吹きなどを代用し、散水してからシリコンと水を混ぜながら最初は行ってくださいと説明をしていますが、逆にシリコン被膜がある状態ですと、このように水なしで簡単にシリコンを伸ばすことができるということでもあります。で、ここからは本題のショップタオルでの吹き上げです。よーくこの映像を見ておいてください。1回、次2回ですね。こんな感じです。わずか2回の乾いたショップタオルでの吹き上げで鏡面仕上げになっています。たった2回の吹き上げでどこにもシリコンのムラなどありませんよね。現在カメラを手持ちに切り替えて現状を見ていますが、こんな感じでシリコンのムラはありませんよね。そしてここのみわざと残しました。こんな感じです。この部分のみわざと吹かなかったことで違いがよくわかるようにしています。どうでしょうか。この違いです。行っていることはごくシンプルで、乾いたショップタオルで2回ほど拭いただけです。シリコンを一度でもボディに散布したことがある方なら、このことがいかに難しいことかがよくわかると思います。逆に一度もしたことがない方なら、なんだただ拭いただけで、そんなことは誰でもできると感じていることと思います。
まあ人それぞれ価値観や考え方は異なりますので、どのように感じても良いのですが、明白なことは一つあり、そんなことは誰でも簡単にできると思っているなら、シリコンの村で悩んでいる方など一切いないってことになってきますが、現実は異なります。で、この箇所に一瞬の出来事でしたので、もう一度同じことをやってみます。こちらの乾いたショップタオルですね、これで伸ばしていきます。で、綺麗なショップタオル、乾いたショップタオルで軽く均一にシリコンを伸ばせましたので、ちょっと見ていきますね。こんな感じですね。ちょっと見づらいですかね。この映像でわかりますかね。こんな感じですね。全体的に先ほどと同じところにもう一度シリコン原液を伸ばしました。こんな感じです。今までに初心者の方で村で悩んでいる方向けに、ダブルシリコンや洗車シートなどを使った村対策を紹介してきましたが、やはりそれなりに反響がありましたので、そのことからもシリコンの村で悩んでいる方が多く、またシリコンの村はそんなに簡単ではないということでもあります。で、ここから綺麗なショップタオルでもう一度拭いていきますね。よく見ておいてください。ここを拭いていきますね。この辺です。で、1回目ですね。1回往復して、はい、2回目、こんな感じです。ちょっと拭き取りが甘かったので合計3回拭きました。で、こんな感じです。で、先ほど同様にカメラを手持ちに切り替えて見ていますが、こんな感じですね。下部分のみわざと今回も拭かなかった状態でこんな感じになっております。これでよく違いはわかりますよね。全く違うってことが。今回はショップタオル、綺麗なショップタオルを使って3回ほど拭きましたね。で、こんな感じでムラなど一切発生していない状況です。そしてここのみ拭かなかったのでシリコンのムラが残っている状態です。やっぱりこうやって比べますとよくわかりますよね。ちょっとシリコンを入れるとピンボケしやすいのでちょっと見にくいかなと思いますが、この辺ちょっと張っていますね。これでよくわかると思います。で、今日はシンプルなただ 2,3 回拭くだけという映像をお届けしてきましたが、何が言いたいかと言いますと、言いたいことは2点だけありまして、シリコン洗車は周りを気にせずに継続するだけであるということです。私自身もシリコン洗車を始めた当初は懐疑的で、嫁さんにも何をしているんだっていう風に見られていましたが、シリコン洗車のコツはシンプルで継続だけです。2点目は、最近はチャンネルの成長もあり、新たにシリコン洗車を始めてみたという新規の方が増えてきていますので、そのような方に向けては言えることは、あまりシリコンの村に敏感になりすぎではないかという点です。シリコン洗車は基本初期の頃はシリコンの村とは多少は共存するものです。多少の村は気にせずとも、時間とともにその村は徐々に薄くなっていくもので、またその過程を実感することもシリコン洗車の楽しみの一つと思っているところです。また今の時期は雨の日が多いですので、雨のおかげで村となった余分なシリコンは放っておいても自然と減衰し、村は消えていくものです。シリコン洗車のムラはディポジットなどの汚れに反応しムラとなる場合と、余分なシリコンのせいでムラになる場合があります。ムラ回避方法を行えばムラなく仕上げることはできてきますが、ディポジット箇所の認識が遅れることもありますので、各自の段階レベルに応じムラ回避方法なども取り入れることをお勧めしている次第です。で、最後に、今日のように現役シリコンの塗布でも簡単に秒で仕上げることができてきますと、段階的には中級レベル以上になってきているってことです。あなたのシリコン洗車のレベルは一体どのレベルでしたか？今日のようなテーマを行えばまたアンチが騒ぐかもしれませんが、今日の基準はあくまで私個人の見解ですので、参考程度にしてみてくださいね。で、最後にこんな感じの発生をしていますよっていうところをお届けしています。もうバッチバチでコロコロ状態に水玉がなっていますよね。今日はここまでシリコンの段階レベルについて話してきました。最近は動画を短くしてほしいという意見がありましたので、短めにお届けしてきました。こんな感じで私のチャンネルではシリコン洗車関係の動画を主にアップしています。
今日の動画が役に立ったもしくはためになったって方もグッドボタンもよろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。